そしてお絵かきお姉さんあんずちゃんと一緒にいろんなアートに関わる思い出たくさんの作品を作ってみんなと遊んでいきたいと思います。バカな太陽が沈む砂漠に大きな飼い犬がのんびり暮らしてた。ある朝目覚めたら遠くにカラバンの
船に乗っちゃいけないの。失礼だわ。私だって船員さんの仕事ぐらいできます。そうだ、あなたが船長になればいいのよ。あなたがルールを書いて私を航海長にするの。そしたら二人で冒険できるじゃない。Thank you.
小学生の子どもたちが元気いっぱいに歌って踊る姿はとても感動的で、僕も去年見たんですけれども、ずっと来ることもない。コンサートにも実はお邪魔したりなんかして、とても楽しいステージです。じゃあ、これからパフォーマンスをしてくれるみんなの挑戦の皆さんなんですが、こちらの、トランプのチラシがあります。でも、バンクルのパフォーマンスですね。これからランターショーとか、リザーミュージカル、ぜひお話をご覧いただければと思います。もう、まだ間に合いますので、どうぞ、ミュージカル。3つも1個じゃない、これはすごいな、1個じゃダメかな、どうなるかな、3つだとどうなるかな、よし、行こう、こういうの。丸描いたか。こういうの丸。うん、よしよし。いいよ。すごいな。ちょっと待って。出来上がって褒めに行きたいよ。大丈夫。お名前書いたら。どう考えた？お、ぴったり。すごい。最後に少し音楽でみんなで今日のお祭りを結びたいと思います。そしてお絵かきお姉さんのあんずちゃんがこの絵を最後に完成させてくれます。ぜひ最後の時間はみんなで耳とそして目でこの今日の子どもアートデーの結びを一緒に共有したいと思っています。曲「怪獣のバラード」を歌いたいと思います。赤な太陽沈む砂漠。
写真を撮ります。最初に僕が撮って、あとこっちの下のね、カメラマンの人も撮りますから、ちょっとだけお時間ください。スタッフ入って、それのスタッフ入ってください。子供の時の講師の先生方。講師の方、スタッフの方入ってください。そこのね、スピーカーとかちょっとかぶるので、もうちょっと中に入ってもらったらいい。あ、そっちもね、少しかスピーカーにかぶるので、中に入ってもらった方がいいです。もう少しね、ギューッとなってもらって、もう少しだけ。うん、もう少しだけ中に入って。ギューってしよう、さっきギューだよ。はい。ギューだよ、ギューだよ。はい。ちっちゃい子はなるべく前に座ってね。はい。はい。そう、兄さんとかのちょっと子供たち少し前に来てもらっていい？前入ってね、兄さんとか、そうそうそう、もっと前でいいよ、兄さんとか、そう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 、はいはい、そんな感じ、そんな感じ。はい、2列目、3列目の子供、もうちょっと前に来てね。あんずさん、ごめん、センターでもうちょい左だもん、もうちょい左、もうそこでいい。はい、そこのさ、紺色の帽子かぶってる男の子2人、少し座った方がいいかもしれない。
つける子は膝ついて。膝。膝はさ。それでいいよ。はい。そこのちょうどね、もう多分ね、中に入った方がいいと思う。そうそう。ああ、また入ってない子がいたぞ。あ、いたね。おいでおいで。前でいいよ、前で。前でいいよ。前か。あ、ここで立った方がいいか。うん、OK です。はーい。一回ではこっち向いてください。はい。みんな言葉入ったかな？入りましたか？大丈夫ですね。はい、一回こっち向いてください。はい、じゃあ飛ぶからね、ちょっと待っててね。じゃあ最初にこのおじさんのカメラで撮ります。じゃあみんな笑顔だよ。はい、1、2、3、はい、もう一枚撮るよ。1、2、3、はい。今度ね、ここのカメラマンが撮るからね、こっちの目線に合わせてください。大丈夫。じゃあ最後掛け声、誰かな、グッチかな、やっぱり。はい、はい、大丈夫。ちょっとごめん、バラバラ。じゃあせーので行こう。せーのでみんな手を挙げてね。はい、いい？せーの、行くよ。いいですか？いいよ。はい、せーの。大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。今日のイベントを盛り上げてくれたたくさんのコーチに、そして飛行船の皆さん、秋行きの皆さんにもう一度盛大な拍手を送ってください。そして今日来てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。